はいどうも皆さんご機嫌の方いかがでしょうか、ナオトです。さあ今回ですね、皆さん命の源水、よく飲んでらっしゃると思います。夏場も差し掛かってね、非常に暑い時期にね、水っていうのは欠かせないものでございますけども、今回はこちらでございます。ツドン、イロハス天然水ハスカップ味。ハスカップって何？知ってるんですよ、ハスカップっていうのが存在自体は。でも食べたこともないし、そんなに見たこともないから、これ一回見た時に、これブドウにしてはでかいなって思ってたんで、でよく見たらハスカップと、ね、一体どんな味がするのかっていうのも、でそれを兼ねてちょっと紹介できればなと思います。うん、香りはすごくいい。あのどっかで嗅いだ匂い、あのほら何か犬か猫かとかあるじゃないですか、動物とかにも、果物にも何かそういうのがあるとしたら、ブルーベリー木ブドウかうん、ブルーベリーとかに近い匂いの。じゃあもう早速味の方を堪能しちゃいましょう。あー、うん、あのやっぱイロハス特有のね、天然水を使ったすっきりした味わいと甘みがあるんですけど、ハスカップ、ハスカップじゃないな、ハスカップ、エスカップみたいなね、味がそっくりだったんで、まあ、別にブドウ好きとか、うん、そういった果物が好きな方にはおすすめできる商品だと思いますよ。これブルーベリーだね今回あのイロハス天然水ハスカップ味、まあ、あのいただいたんですけど、新鮮な感じもあるけど、まあ、あの親しみのある味でもあるっていう、またなんか独特のね味わいですんで、ちょっと皆さんよかったら北海道原産というね、期間限定なのでね、皆さんあのちょっとお早めにちょっと試してみてはいかがでしょうか。ああ、うん、うん、美味しいからよし。